い、どうも、はい、どうも、ミスターアンドです。お願いします。お願いします。では、頑張っていきましょう。頑張っていきましょう。ミです。カンドです。お願いします。お願いします。新しい取り組みしますけど、新しい取り組み今日から8年ぐらい YouTube やってきたんですけど、うん、多分このジャンルの動画1回もやってないですね。あー、なんだろう。本日の企画、メジャー挑戦。メジャー挑戦ぐらいすごいことです。私の企画なんですけれども、うん、私佐藤寛太、実の姉に今から会いに行く動画を撮ろうと。動画にすんのそれ。動画になんの。今まで YouTube やってて、まあいろいろ皆さん家族とか出されてると思うんですよ。でそんな中でも、まあ僕とか、まあトミーもそうだけど、はい、あんま家族出してきてないんだよね。なんですけども、はい、まあこの後姉と。マジか、すごっ。会ったことないもんね、さすがに。ない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 。はい、僕もほとんど会ったことないです。すごっ。はい、でこれ何かって言いますと、動画でも僕姉ちゃんいるっていう話、まあしてはいると思うんですけど、うん、10個上の姉ちゃんがいるんです。なんですけど、一応アメリカに住んでまして、うん、で兄はイギリスに住んでる。うちの家系すごいややこしいんです。で、まあコロナの期間があったんで、うん、兄弟とはもう僕なかなか会えてなくて、そうだね。でそれで最近いつ会ったのかなって調べたら、3年前に一瞬顔出してるんですよ。なんか親戚の集まりみたいな。そうで、今日本に3年ぶりぐらいに姉ちゃんが子供と帰ってきて、おお、 YouTube 弟がやってるんだったら全然私出るけどね。だからモザイクとかもいらないけどねって言ってくれてるんですよ。お、でもそういうことじゃん。小学校6年生までは結構休日とか遊んでもらってたのよ。一緒にテニスしようみたいな感じでボールぶつけられたりして泣いたりとか。あ、動画あるもん。そう、俺が赤ちゃんの時に姉ちゃんが俺を倒して俺がおしっこもらっちゃうっていう動画はあるような。うちの姉ちゃんが報告してくれて、撮ってる。おしっこを漏らしたカンタくんです。何その動画。いや、事実よ。何その動画。そう、で倒されて、おしっこ漏らして泣いちゃう動画。もう撮れ高だと思ったんだよね。いい、ありがたいですよ、うん、俺はもう、その週1で日本帰ってきてから、姉ちゃんはアメリカでそのまま暮らしてたんで。おお、なるほど。13歳ぐらいの時からほとんどしっかり話したことないんだね。なるほどね。姉ちゃん喋ってないんだ、ほぼちゃんとは。こんだけ会ってないとか、アメリカに住んでるとか、コロナで会えなかったとかもないんで、はい、今だからこそ撮れる動画なのかなと思って。ああ、いいじゃん。でも俺、YouTube がちょっと家族の仲良くさせてくれた。結果的に。ああ、共通の話題ができている。そう。親父とかとも俺、アメリカから帰ってきた中学校の時から、大学ぐらいまで、まあ母親と一緒に暮らしてて、はい、アメリカに親父住んでたんで、うん、ちょっと気まずかったんだけど、まあまあ、幕張メッセ来てくれたりとかして、はい、そういうのもあったから、ちょっとそういう動画が撮れたらいいなと。ああ、いいね。第1弾になるといいね。第2弾、あああってもいいかもね。アメリカ編もあって、ちょっとぜひコメントたくさんください、はい、お願いします。それでは行ってきます。こことこの辺だな。ここちょっと映るよ。ペーペン。あ、これがあれ？領収書？領収書です。あれは何？母さんの絵？クワッて。映しとくか。いいよ、そんなのはどうでもいいんだけど。クワッ。ああ、待って待ってよ、今こっち来てよ。みんなでママとカンタ君がお話しするの見てよ。テレビに出んだって。ほら、見て見て。テレビじゃないんだけどな。どうやって撮るかちょっと見せてもらおう。これが YouTuber でお仕事。お仕事、ちょっと見てようよ。ここら辺でいき？簡単。あ、全然映ってない、映ってない。ママがどうやって喋るか見てようよ。ママはママで喋るからね。やだな、なんか俺もやだわ。すごいよ。どうも。ありがとうございます。ママがほら、テレビ出るから。テレビじゃないんだ。見てよ、みんなで。で、なんか言ってたら、なんか言って。ママ、頑張れ。いいな、この顔。え、大丈夫？あとあーとか言って、はい、それは向こうに置いといて、見てな。特に何話すわけじゃないけど。いや、テストの部屋みたいでいいじゃん。ガイアの声を切るのね。すごいよ、ずっと喋ってるよ。
僕の実の姉に出ていただいております。ありがとうございます。どうも。もう3年ぶり3年ぶりだし、ちゃんと話すっていうと暑い、エアコンつけて。ちゃんと話すっていうと、だってもう10年ぶりとかやった。そうだね、電車で長いこと話したのが最後か。え、覚えてないかも。なんか新宿でたまたまなんか人身事故で遅れて、うん、僕は各駅停車で帰るとか言って、わざわざ各駅停車に乗った、新宿から。え、じゃ俺が何の時YouTuber だったけど。俺 YouTuber だった。なんかパソコン持って編集しつつやってたね、電車の中で。あ、もう俺そんなことしてない。俺マジで覚えてないわ。話さず編集してた。え、ずっとだから、それで一緒に乗って、その時はもうやめてなんか話してたけど。俺さ、姉ちゃん出るって思ってなくて、 YouTube に。そう、俺なんか家族を出すのちょっと抵抗あったのよ。でもなんかさ、ことあるごとに出ても全然いいよってさ。え、感情、そのなんだろう、交通費とかアメリカから来る経費払ってくれるならいつでも呼んでくれていい。それ考えます、こっちで。最初はだから、ちっちゃい時はやんちゃ、すごい甘やかされて、私だったら怒られてた。俺が中学から戻ってくる時に、姉ちゃんはアメリカの大学に行ったから、そっからあんま話してなかったもんね。でも仕事終わって戻ってきた時に、伊豆市のコンサート、ウーバーのコンサートに行った。そうだ、あ、覚えてるわ。私はそこでびっくりした。え、こんなにファンだった。それ中学校の時だよね。マツリーナでしょ、ウーバーワールドのフェス。俺が見たいって言って、好きだって言うから、お母さんがチケットを買ったって言って、あ、連れてってあげてって言われて行って、でもプールも入れるしみたいな。うん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 。で、私はウーバーしか見ないと思ってたのに、うん、俺はちょっと場所取りが必要だからって言って、うん、どんどん前の方に行かれて、え、プール入んないの今日。あ、そうだ、覚えてる。暑すぎて私はプールに行ったのに全然来てくれなくて、一人見て、でもしかもなんか水もなし、どんどん前に出て行ったの。だから水届けなきゃと思ったのに、うん、私こんなに頑張って前に行けないって思って。俺が覚えてるのは、アメリカ住んでる時にジャンプを購読してて、月曜日に毎回最新のジャンプが届くんだけど、うん、毎回姉ちゃんが先に読むからなっていうので、一番最後に読まされたのは覚えてる。その年功序列。それは覚えてない。やんちゃなイメージ。でも最後の方、なんか私の結婚式のあたりの時はすごい真面目、うん、なんかこんなになんか絶対にすごいなんか曲げない感じねと思った。白黒はっきりつけるので。ああ、そうだ、そっか。え、マジか。俺がさ、こんな急にさ表出ようとするのはさ、驚いたの、うん、でも変な人だったから、元から。なんで変な人だよね。発想が芸術的な感じなのかな、考え方とか。いや、だから家ではさ一番末っ子の感じなんだけど、外に出たらそんな真面目な感じってい う, っていうの、同級生とか部活の子の前では学級委員とかだったでしょ、うんね、うん、想像つかないし、あーなんだこいつみたいな。外と家では違うんだろうね。なんかやだな、それ。そうか。家ではもうダラダラしてるっていうイメージ。末っ子何もやらない。だからそれで頑張ってて、しかもなんか休みも少なくて、うん、ずっとやってて、それでもやっていけるっていうのはいいよね。自分もやりたいことを仕事にできるっていうのは、いや、もうそれはもう本当天職なんだなと。めっちゃは覚えてないんだけど、姉ちゃんって一回電話した時、俺ちょっと怒ってなかった？ YouTube って大変なんだよみたいなのを言った時なかった？言った時あるよ。あるよね。それはなんだっけ、追い詰められてたからでしょ。その時結構追い詰められたと思うな、そう考えると。なんかだからこっちからしたら、なんか学生だったから仕事っていうよりも、そのそっか、アメリカ来たらとかね、楽しい感じで
やってるんだと思ってたから、そんなに切羽詰まっちゃうの、毎日絶対にやらなきゃやばいから、そんなことやってる場合じゃないみたいな。あ、これで登録者数が下がったら他の人たちにも申し訳ないしみたいな、そこで真面目な感じだったあ、周りにもみたいなね。だからそこで休んだことによって挽回できるかもわかんないし、このまま維持できるかもわかんないしみたいな。そん時はだっても本当に大学卒業して就職するかも悩んでたから、結構もう精神的には追い詰められた。こっちからしたら、え、そんなの取りだめてやればいいんじゃないのって感じだけど、流行りがあるからどうのこうのだって、そんなのは私には分からないからさ。いや、それはね、申し訳ないな、今思うと。あの時は多分本当にそれができなかったね。だからその精一発回った時にそうなるよね。あ、俺？で今だから YouTuber ってそうじゃん、で一生懸命やればやるほど伸びるけど、うんうん、休んだ時の心配が保証されないじゃん。いや、そうなんだよ、うん、でもそれはここ 1,2 年でちょっと落ち着いた。このやり方だとずっとはできないなっていうのを思って、そんないっぱいは帰ってくれないけど、時間ちょっと顔出すようになったりとか、うん、そうだね、はできるようにはなったかな。あれは、なんだっけ、警察が家に来るみたいな、あー、あのね、うん、サムネの、あ、チャーハンは、うん、あれは、絵としてはいいよね。だってアメリカで話題になったじゃん。いろんな、だから絵はいいんじゃない。で、その動画が、そうだよね、だから本当の、それこそ、父さんが、まあ、代わりメッセージ見に来てくれたの、俺嬉しかったね、すごい。あー、父さんもそういうの好きだからね。でもさ、大体さ、恥ずかしいってなるじゃん。でもこうやってやってたよ。それは分かんないけど。だからお母さんは一緒に行ってなくてよかったっていう。その親って怖いな感じ。じゃあまたぜひ出てください。頑張ってください。実の姉でした。ということで、楽しんでくれた人はぜひ高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。それではさよなら。ありがとう。ありがとう。ありがとうって言ったの？じゃあ家族で写真撮ろう。そうだよ、だから有名になったからね、うん、私たちがね、インドで CM 撮ったのね、私と、それを探してみたいな。え、何？どういうこと？インドで CM を撮ったの、うん、シェービングクリームの、インドの CM？ そう、だから君よりも早くテレビに出てんだよ。すいません。